はい、生なキッチン横須賀さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。おせちっていうと本当に構えて作らなきゃいけないので大変ですよね。今日はですね、お重箱じゃなくてお皿に盛り付けて普段にも使えるようなおせち風のお料理3品ご紹介します。鶏のレンジ煮、それからリンゴキントン、あとは鮭の紅白サラダです。材料です。はい、レンジ煮なので簡単ですね。鶏のもも肉小さめ2枚です。だいたい 600g ぐらいあると思うんですが、大きいのだったらね、大きくてもいいですよ。ただ時間ちょっと長くなります。生姜2分の1かけ、砂糖とみりんとお酒が大さじ2ずつ、お醤油だけちょっと多めで大さじ3です。あとは胡椒と仕上げに白ごまなど用意してください。そしてリンゴキントンです。さつまいもでキントン作りましょう。リンゴは半分でいいですね。さつまいももあんまり太くないのですね、 200g ですね。そしてお砂糖はお好みです。大さじ3からとしました。味を引き立てるためにお塩少々、仕上げに柚子の絞り汁、あとは今日はミント添えてみました。そして鮭の紅白サラダです。ナマスですね。塩鮭の切り身、これ凍ってる状態がおすすめです。辛口の1枚、あとは大根と人参、柚子皮、そして仕上げにかいわれ菜を添えていきます。味付けはお塩とすし酢のみです。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。では作っていきましょう。今日はレンジでチンしていくので、鶏肉もう耐熱皿につけていきましょうかね。漬け汁です。はい、みりんとお酒と、それからお砂糖は大さじ2。はい、これ大さじ2かな、なんかとても大きい気がしたんだけど大丈夫ね。そしてお醤油だけ大さじ3です。あとは鶏肉なので胡椒ちょっと入れときましょうかね。で、薄切りの生姜、これ香り付けですね。はい、あとは鶏肉漬けます。で、だいたい1時間ぐらいかな、1、2回こう返してくださいね。特に皮の方味がつきにくいですからね。はい、こんな感じです。1時間経ったのがこちら。はい、こんな感じです。あまり見た目変わらないんですけれどもね。今日チンしていくのにお皿ではなくて、ちょっとこう深いボウルになってますけれども、平らに広げないで、ちょっとこうやってロールになるようにね、しっかり巻かなくてもいいですよ。なんとなく巻いてるなという感じにして、それでチンしていきましょう。はい、オーブンペーパーとか、あとはラップでも結構です。下にこう落としラップですね。そして蓋をして、今日のは 600g だと8分ですね。600ワットで8分加熱します。はい、加熱しました。こちらです。ちょっと待ってね、生ものあっちに行ってちょうだい。はい、ではこんな感じです。あ、そうそう、ポイントでした。これね、蓋開けずに置いといてくださいね。冷めるまで置いておきましょう。そうすると余熱で火がしっかり通りますし、あと肉汁も戻ってくるので、しっとり柔らかく仕上がってくれます。さ、では、はい、切っていきます。ちょっとほの温かい感じでしょうか。はい、電子レンジチンでしっかり中まで火が通ってますよ。こんな感じでね、食べたい枚数盛り付けていってください。そしてこの漬け汁ですけれども、小鍋に移し替えて、で、とろっとするまで煮ていきましょう。こんな感じです。あるいはこう取り出した後、蓋をしないで電子レンジでね、蒸発させていっても結構です。とろーんとした感じになりますね。はい、じゃあ切り分けたものにかけていきましょう。今日はね、南天を添えてみました。あ、とろっと ね、 いいですね。はい、でちょっとごまを振りかけてあげましょうか。はい、パラパラパラーと。はい、一つできました。これお酒進みますね。まあ、もちろんご飯にも合いますけどね。さあ、それでは鶏肉が終わりまして、次、キントンいきます。よいしょ。はい、さつまいも、皮はついてても、剥いてもどちらでも結構です。ちょっとお水にさらして、かぶるくらいの水を入れて、10分茹でていってください。調味料入ってません。10分茹でますと、こんな感じです。
もうね潰れるくらいですよ本当に。こんな感じ柔らかくなりました。さあこれちょっと減らしましょうね。下の方3分の1ぐらい浸ってるぐらいに減らしてください。結構蒸発しましたね。こんなもんです。そして砂糖リンゴを加えていくんですが、砂糖リンゴこれです。リンゴに砂糖を絡めただけなんですけれども、10分から15分ぐらい置いておくと、見えますかこれ蜜になってるの、はい、もうこんな感じ。砂糖が溶けてリンゴのこの出てきた液体と一緒に混ざってね、トロッとした感じになってますので、ここで加えてください。そして崩しながら煮ていきます。はい、ポイントです。はい、かき混ぜながら崩していきましょう。裏ごし大変ですよね。こうするともう柔らかく煮えてますしね、すぐ均等風に煮えてきます。で柔らかいのが好きな方は短めの時間ね、しっかりこうぽってりっていう感じが好きな方はちょっと長めに煮ていきましょう。はい、煮えたのこんな感じです。これはぽってりですかね、ぽってりっていう感じね。このぐらいになりました。では仕上げです。柚子の絞り汁、まあ、レモン汁でもいいんですけれども、今日柚子皮使うのでね、柚子の絞り汁、それからちょっとだけお塩を加えてね、甘みを引き立てましょう。これすっかり冷やしてね、ブランデーかけたりとか、あるいは生クリーム添えると本当にスイーツになりますからね、お口直しにおすすめです。はい、じゃあ盛り付けてみました。ミントを添えてます。さあ最後いきましょう。鮭です。大根どこだっけ、はい、失礼しました。大根と人参はちょっとのお塩でよく揉んで、あとは水気を絞っておいてくださいね。ぎゅーっとで1回絞ってちょっと置いておくとまた出てきますから、2回ぐらい絞るといいですよ。しっかり汁気絞ってください。そして鮭いきましょう。はい、では凍ってます。ちょっと凍ってますね。凍ってると皮むきやすいんですよ。ちょっと溶けてきたさっきねちゅるっと剥けちゃうんですけど大丈夫ですね。こんな感じでねずっと剥けますの で、あとは大きい骨を避けて、はい、これもね凍ってるとつるっと取れるんですけれどもね。であと薄切りにしていきましょう。こんな感じです。はい、さあポイントです。はい、凍ってると楽ですよ。冷凍の塩鮭です。でもしね生食苦手だっていう方は焼いた鮭を加えてももちろん結構です。はい、ここに入れます。そしてこれはすし酢、すし酢で和えます。でちょっと緑が欲しいし、あとは柚子もここに入れちゃおうかな。はい、柚子の皮すごくいい香りですよ。はい、でこっちに盛り付けたんですけれども、貝割れ添えましょうか。やっぱりね緑色のものがあるとキュッと締まりますよね。はい、はい、できた完成です。はい、できました。鶏のレンジ煮&リンゴキントン&鮭の紅白サラダでございます。いいですね。はい、はい。